ようこそ私のチャンネルミカエル・オグリの料理と着物と旅日記へ。今回は組紐を芯にした腰紐作りです。運針の練習がてら作ってみました。クケ張り機とクケ台も手作りしたものを使用しました。その手作り方法は別の動画で紹介しております。材料は腰紐になる歯切れ、手芸店で購入した組紐。この長さは用途に応じた長さ、平均180センチから2メーターぐらいです。もう少し短く作ってもその用途に合えば良いと思います。作り始めは組紐になる先端片方を合わせて縫い付け閉じます。横幅になる両側を合わせて縫い始めます。この時布を引っ張りながら、縫い物をする時に活躍するのはクケ台と掛け針機です。全体を縫い閉じたら片方に紐の芯を入れます。母親は包帯を丸めて使っていました。また使う組紐を片方に縫い留めます。片側から細い棒を差し入れながらひっくり返します。細い棒を使ってひっくり返した後、残されていた片側を内側に折り込んで縫い閉じます。これで完成。アイロンがけをして形を整えると一層良くなります。お試しください。